この動画はアルティウムの提供でお送りします。こんにちは。電子部品調査シリーズ第2弾なんですけども、Amazon で売っている電子部品、今回は抵抗がどのくらいの品質を持っているかについて調査していきます。Amazon で売っている抵抗の中からレビューの高いものを適当に2つ選びました。今日はこの2つの品質が実際どうなのかというところを見ていきます。1>, 1社だけだと品質にばらつきがありそうなので、今回は2社から購入しています。 こちらのロングランナーとこちらのエレグーです。こちら2社とも自社で抵抗はおそらく製造はしていないです。こちらのエレグーは 3D プリンターの会社です。そしてロングランナーはよくわかんないけど、電子部品とかを売っている会社です。詳しいことは不明ですが、多分両社とも大量に部品を買い付けて、それをパッケージし直して再販する方式かと思います。開封しましたが、両方とも精密抵抗です。抵抗値の誤差はプラスマイナス1%。 これも本当かかどうか見てみますこんな感じで電子工作する人向けの抵抗かなっていうところですねいろいろな抵抗値が少量ずつパッケージされていますこれを買っとけばとりあえずしばらくは抵抗に困ることはなさそうですまずエレグの方から開けてみます結構ね綺麗な感じに包装されてますねこういったカラーコードの説明もあるので割と親切です 基本25個入りなんですけどもよく使う抵抗値に関しては50個ずつ入っています販売価格が高いこともありますので包装も結構丁寧にされています次はロングランナーの方ですこんな感じで1つの袋にまとめて抵抗が入っています抵抗の個数は20個です先ほどのエレグと比べると抵抗値の種類はかなり多いのでこちらの方が幅広く使えます 欲しい抵抗値がないときは直列にするか並列にするかで作るんですけどもですがこちらのロングランナーですと抵抗値を作るそういった必要はなくなりそうですちょっと抵抗を細かく見ていきますまずはじめにエレグの方ですね2つとも 1kΩ ですリード線の太さなんか結構違いますねロングランナーの方は細いですけどエレグの方は太いです材質なんかも違いますこちらエレグの方は磁石にはくっつきません 中は多分どうかアルミでできているんでしょうロングラーナーの方はどうかというとこういう風に磁石でくっつきますこれ中身鉄でできていますリード線にも色々種類があります中身が鉄でできているものや中身が銅でできているものですコスト的には鉄を使ったものの方が有利です一方で銅の方はどうなっているかというと こちらですね導電率が高めですねただ価格はどうなっているかというと銅の方が値段は高めです鉄の方が安くできますでリード線の色が銅の色じゃないのはどうなっているんですかっていう話なんですけどもそれは表面にメッキをしているからですね鈴メッキをしています先ほど見てもらったリード線の切断面は銅色になっていましたのでおそらく中身銅でできているんだろうとでその上にメッキをしてあります 次に皆さんが一番気になっているであろう抵抗値の測定ではおなじみの4端子測定で抵抗値測定します。 ケルビン接続っていうやつですねこちらの6.5桁のデジタルマルチメーター購入してから1年と4ヶ月経過していますがとりあえずこれでやりますちなみに今測定しているのが1 k ムのプラスマイナス0.1%の金属被膜抵抗です1 k ムのプラスマイナス0.1%なので9 9 9ムから1 0 0 1ムの間に収まっていれば良いのですが しっかりと収まっていますね測定用のワイヤーを取り付けていくのですがこれが結構大変な作業ですですので測定を効率化するためにジグを作りました導線にクリップをつけてそこに抵抗を押し当てますそうすると抵抗値の測定が一瞬でできると こういった軸です抵抗値の測定を終えてヒストグラムを作りました抵抗値が定格に対してどのように分布しているのか見てみます横軸は抵抗値の誤差率縦軸はその誤差にあった抵抗の本数ですまずはエレグーの方から測定した抵抗値は誤差率すべてス1の範囲に収まっていましたサンプル数は50と非常に少ないのですが正規分布の形になっています このサンプル数ですとコメントはしにくいのですが、品質は安定している雰囲気は出しています。これは220オームの抵抗値ですが、1 k オームと4 7 k オームについても同様にやりました。やはりプラスマイナス1%の範囲内に収まっています。形も正規分布です。これをもっとサンプル数を増やしていけば、プラスマイナス1%の正規分布になるか、それか抵抗値の誤差率が0%付近のものは、さらに誤差率の低いものに、 割り当てられるるそういいった形になるかと思いますもっとサンプル数を増やしてると多分こんな形の分布になるかと思うんですねじゃあこの0%付近の抵抗はどこいったんだっていう話なんですけどもさらに抵抗値の誤差率の低いグレードプラスマイナス0.5%とかプラスマイナス0.1%のところに行ったのではないかと予想してます。まあ、普通こうしますよね プラスマイナス1%の製品にこの部分もったいないから普通は使えませんよね次はロングランナーの方ですこちらサンプル数はさらに少なくて20になっています 測定した抵抗値はプラスマイナス1%の範囲に収まっていません定格の表示であるプラスマイナス1%以上の誤差を持っている抵抗サンプルがありましたまた抵抗値のばらつきが多くなっています正規分布のような形はしていません測定したサンプル数が少ないので断言はできないのですが品質が安定していない雰囲気を出しています 次は温度変化で抵抗値がどのくらい変わるかを見ていきます。温度変化による抵抗値の測定は全部エレグの方でやります。抵抗値は 1kΩ。ここにヒートガンで熱風を当てるとどうなるか。抵抗値は下がりましたね。こちらの抵抗の温度係数は負のようです。もう一度熱風を当ててみます。やはり抵抗値は 低下しましま普通金属はこのように温度を上げると。 このように抵抗値は上昇しますこれは正の温度係数を持っていますですけども抵抗はデータシートをよく見てみると温度係数はプラスマイナスの範囲内で規定されていますつまり温度が上がると抵抗値が下がることもあれば上がることもあるわけですねそれは抵抗が作られたロットによって変わったりあとは使う材料によって変わったりとかいろいろあります今回測定したロットについては温度係数は負の ものを持っていたようです手持ちの他の抵抗についても同じように見てみましたこれはコアの100オームの抵抗メイドインジャパンです温度を上げてみると抵抗値は増えましたこちらの抵抗のロットについては温度係数は正のようです次は抵抗の定格電力です今回購入した抵抗は全て4分の1ワット抵抗0.25ワットですね ですのでオームの法則から加えていい電圧っていうのはゴールルート0.25ワットの抵抗が今回100オームにします。ですのでこちらは 5V の電圧を 加えてて大丈夫ってことになります現実の場合で4分の1ワット抵抗に定格の電力をそのまま加えるということはないかとは思います、えー、では実際に実験してみましょうこちらに4分の1ワット抵抗を用意しました電圧を入れてそして抵抗を加えるとこういうふうに発 地下を接続するときは、必ず電圧を確認してから接続しましょう。今回ね。30ボート加えて抵抗が丸焦げになってしまいました。今回は5ボルトです。で今回は定格通りの電圧を加えているわけですが。まあ、ほんのり熱くなる程度ですね。今回リード線も切断しないでかなり長く取っているので、しっかりと放熱もできています。 炭素被膜抵抗と同じように金属被膜抵抗もやはり電圧を高くしていくつまり定格電力を大幅に超えると燃えてしまいますこんな感じで最初ねあの煙が立ってくるんですけど見えますかでこれでですねどんどん電圧を高くしていくと燃えるっていう風に。<laughs> というわけで電子部品調査シリーズ今回は Amazon で売っている抵抗がどのくらいの品質を持っているかについて調査しましたざっくりとした感想なんですけども電子工作をする人にはこれでもいいかなっていうふうには思います ただですねどこの会社から買うかというよりかはどこのメーカーがその抵抗を作ってパッケージングし直しているかそちらの方が大きいような気がします特に今回購入した2社のうちの1社ですねロングランナーの方については抵抗の種類はものすごく多くパッケージングされているんですけども抵抗の誤差率がですねしっかりとプラスマイナス1%内に収まっていないということもありました まあそれを承知で買うのならまあ買ってもいいかなっていうところですね。エレグの方については抵抗率はしっかりとプラスマイナス1%の範囲内に収まっていました。それ以外にもリード線の品質や ののパッケージ自自体体品品品質、まあ、製品自体の品質製も少し高いように感じました。もう一度言いますけどもパッケージされる前の製品がどこで作られたかそちらの方が重要になりますですが購入者からすると抵抗がどこの会社で作られたものかそしてしっかりとクオリティコントロールを通過したものかどうかというのは知る手段はありません今回の動画参考にしてもらえればと思います実際の製品に使われるような抵抗を Amazon で買うということはほとんどないかとは思いますが購入する場合は抵抗値が誤差率の範囲内に収まっていない場合もあるので注意です。今回購入したのは金属被膜抵抗でした。 炭素被膜抵抗の場合は、だいたい小売店とかで買うと100本で100円から300円くらいはするかと思います。今回のようにセットだと1つの抵抗値に対する本数というのは少なくなりますけども、たくさんの抵抗値が手に入るので、その点についてはこういったキット品を買うというのも問題ないかと思います。ということで今日のスポンサーのアルティウムの紹介です。どうぞ テ t u m はプリント基板エディターの機能はもちろんのことオンラインサーバーでチームと回路図 PCB の共有回路のデザインレビューもできます部品在庫をィジキーマウザーなどでリアルタイムで確認などプリント基板の設計をより効率的にする機能が満載ですまずは無料体験版があるのでそちらを使って良さそうだったら是非職場での導入を検討してみてください概要欄のリンクから購入してもらいますと割引になります それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました一見の公式 LINE あることを皆さんご存知でしょうか概要欄にあるリンクから登録できます LINE からメッセージを送ってもらえればその内容はすべて一見に届くようになっています全部見てます なので視聴者の皆さんからこういったことをやってほしいとか企画の提案とかがあれば参考にさせてもらいます企業の人も公式ホームページやメールアドレスの方からもご依頼お待ちしております一見の YouTube を企業の PR や工場見学研究所のアウトリーチ活動人材採用への PR 活動などいろいろなことに活用できますぜひお問い合わせください視聴者の興味を引きそうなえ我こそはという会社ぜひお願いします それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました T シャツ販売中詳しくは概要欄から